脳そも,そも,も,もアルゴリズムなので趣味が分かったたら AI でできるってでも当たり前でも人間を超えるような知能ができた時に果たして人間がその知覚できるのか問題ってあるじゃないですかディープラーニングも結局そのなんだか分かんないけどすごいでもうみんな理解するしかなくなっちゃってるわけでだから例えば裸でスマホから放り出された状態もの知性って実はあんまりないんじゃないですか <laughs> で AI の登場でそれが明るみになってきたっていう クリエイティブのツールで AI 使わないものが存在するかっていうともう難しい気がするんですけどねメディアの表現可能空間っていうのは探索され尽くして <laughs> 人間がその空間を探索する時よりも AI の方が早いんでそこで何が起こるかですよね。 でも映像がですね、多分まだ苦手なんですね。画像は作れるけど映像は作れない。そこはちょっと僕の将来設計の考えで詳しく聞きしてたいです。じゃ <laughs>、リハックスペシャル <laughs> 松尾さんすいません、なんか無理やり拍手しないなんか川上さんが急遽松尾さんと会うから収録しないってすごい素晴らしいお誘いがあって。 いやまず、ちゃんとずっとね、なんか、あの、6月ぐらいからなんかね、大事仕事を発し走ってたんだけど、はい、この数ヶ月の発展があまりにも早すぎて。はい、<laughs> なんで、ちょっと。うん、今日は何の打ち合わせだったんですか、そもそも。あ、それ言えないんですけど。打ち合わせは大丈夫なんですか、そもそも。それは大丈夫ですこの後に。あこの後についでに収録 しようって言ってて言くれたってことですかああそうそうえ松尾先生ね、今、とにかく売れっ子なんで、もともと売れっ子だったのに、さらにこのね、GPT ブームで、はい、なんかもう、もう、すごい、すごい <laughs> 顔が痩ってたじゃなですか。<laughs> え今日、単に階段、収録させてくれるってことですね。で、ひろきさんもちょうど日本にいたんですよ。え、倒たばいたんでよあ、そうですよね。呼び出されたっていう。うん、チャット GPT、やたら日本でなんか流行ってますけど、ええ、実態としてでも、売り上げを上げてるャチャット GPT を使ってる企業ってもの日本、あんまないですよね。 あ,まあまあ、あんまないですね、今。ええ、じゃあ、みんななんか、すすげーすげっって言って言る状況ただ、なんか大企業とか使いたいと思ってるんで、開発受託みたいなのが増えてますよね。なんか実際でもオープン AI 自体は、もうこれ以上バーチャルを上げてもしょうがないみたいなこと言い出してるじゃないですか。あれは多分ぶん、えーまあ、両面があって、そういうふうに言わざるを得ない状況というのも多分ある。 今あれなんですよ、まあ、もともとそのアメリカ対ヨーロッパでそのガガーファーに対しての規制がヨーロッパで、ね、強くなってきてたんじゃないですかていうのに、まあ、オープン a i もやっぱり同じようにそのフランスとかドイツが中心になってルールを作っていこうってう学習に使ってる情報がアメリカだとパブリックなものっていうのは公開してるから使っていいっていう整理なんですけどもあのヨーロッパだとそれ個人の 許可を得なないいいいと使っっちゃいけないっていうです、ね、そこまで言われたらですね、学習できないじゃんってことになるんですけど、まあそういうのも含めて、結構厳しいルールが課せられるかもしれない状況で、で、アメリカ国内の世論も、ちょっとやっぱりチャット g p t みたいな技術が、まあ日本はですね、なんかみんな面白がって使ってていいんですけど、アメリカだとおお恐ろしいっていう人がやっぱ多いんですよね。なので、その GPT-5 以降の開発は、えー、中止すべきじゃないかっていうふうな意見もあるぐらいで、 AI そんなにこれから伸びませんよっていうふうに。 ちょっと政治的に言わないとテーママスクとかを AI の開発止めようぜって言いながら実際にはめっちゃ投資してるとかあれなんか、ええ、お前らやるなよって,って自分だけ抜け出そうとしてる人たちがいるのかなっていう <laughs> やっぱりそういう何か政治的とか世論的な面で言ってるっていう面はあると思いますね。うん、チャット GPT の,のバージョンをいくら上げたとしてもその人間よりめちゃめちゃ賢いものを作ったとしても人間の置き換えにはオーバースペックじゃないですか。ええ で人件費減らすってやっぱり、一番儲かるんで,そうそうそうで多分ですね、マイクロソフト考えてて、えっと、もうこれから先は、そういう意味では、あのいかに、えっと、安く推論するか、学習済みのやつを、まあ、上流っていうのがあるんですけど、軽いモデルにして、でそれであのいろんなところにばらまくエッジに載せたりとかです、ねまあ、そういうふうな技術を多分これから作っていくんだと思うんですね。でサム・アルトマンさんは、たぶん AGI 作りたいんで、もっと先に行きたいっていう。 ってなんですかもっともっと賢いですねアーティストルジェネラルインテリジェンスって言って本当の知能というかですねもう人間をまあ人間、OK、超えるような知能を人間を超えるような知能ができた時に果たして人間がその知覚できるのか問題ってあるじゃないですか、ええ、でもディープラーニングも結局そのなんだかわかんないけどすごいでもうみんな理解するしかなくなっちゃってるわけで、ええええ、だから AGI ができたとしてもそれは人間わかるんですかこれ AGI だって。 あの分かると思いますあので、まあ、いろんな指標で分かるっていうのが多分一、うん、つとあ,のあとはまあやっぱり賢いって分かるじゃないですか自分より賢いってなな,なんか、うん、あかだからそういうふうな数値化できるものであればいけるとは思うんですけど。 だか,らなんかその囲碁とかもある程度の,そのなんか読みの件数だとまあこんなもんだよねってなるけど読みの件数めちゃくちゃ増やすと棋士の人たちがいやこれ間違いだろみたいなのになってでさらにその先にもっといい手があるみたいになるじゃないですかその間違いだろが出た時点でこの方向の研究,性研究の方向間違ってんじゃねっていうふうにそういう人もいるかもしれないんですけどまあただ例えばこの科学技術ってまあ えとその相対性理論とかもそうですけど予測して理論的に予測してそれが実際に観測される当たるっていうことで検証されるわけですよね、うん、そうするとこういう AGI ができた時もこういった理論は知られてないけども多分あってでそうするとこういう観測があるはずだという予測をして実際にそうだってなったらああやっぱりっていう、まあ、そ,そういうふうになるんじゃないかなちょっと。すすすいいませんと思ったんでででかから雑談始ったけど めちゃくちゃちレベル高すぎて、熊レベルになるとちょっとややす <laughs> 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 だって二つだけちょっと整理してから進んでっていいですか松尾さんのことはもちろんその AI の対価として認識してるんですけど、 具体的にちょっと松尾さんがまずちょっとどういうご研究をなさっている人かっていうのクマレベルになると AI の人ぐらいしかちょっと認識なくてっていうのと、まあ、なんで最近、川越さんはその AI に興味を持たれてたのかっていう、その前提、聞いてみちょっと進んでっていいですか、松尾さんに自己紹介させるって、本当にあ最近あんまりいないかもしれないですけど、<laughs> 自,己紹介して自己紹介しますとあの、人工知能の研究をですねもう私、学部の頃からなんで、えっと、1997年ぐらいからですねやってて、もう25年ぐらいですね。 人工知能のこととをずっと研究してますと。特にこの10年ぐらいは、まあ、ディープラーニングという技術が出てきて、まあ、これが非常に革新的だということでそのディープラーニングを研究にあの中心にした研究をしてて、まあ、ディープラーニング研究ってその画像もあればロボットもあれば自然言語もあるんで、まあ、割と幅広いんですよね、まあ、そういったことをやってますあとあの大学の中でこういう AI とかですねディープラーニングとかを教える講座を作ってでそこで今 あのもう年間5000人とかなってんですけども受、受講生がいてですね、と、えー、いうことをやってるという、そんな感じですね、はい、か5000人教えてんですね。 そうですどんどん増えてきてますね。めちゃくちゃすごいですね。で、その松尾先生とまあ今日ジャスティンおっしゃってましたけど、僕の認識だとあの角川の取締役とニコ動作った方っていう認識なんですけど、なんで最近その AI いや最近じゃないんですよね。ね <laughs> あのまあでも AI に興味持ったので、一個やっぱり伝王戦やったからですよね。うん、あの将棋の伝王戦をあのイベントでやって、まあその過程で人工知能っていうものに興味持ったっていうのと、まあちょ,ちょうどその頃ですよね。松尾先生と会って、ね、まだあの AI ブーム、うん 来る前だったんですけどディープラーニングがこれから非常に重要なんだっていうことをあの日本の中で言ってる人がほとんどいなかった時代 <laughs> <laughs> から松尾先生はそれをやろうとしててなんとかじゃあディープラーニングが重要なんだっていうふうな <laughs> ことを世の中に広めようっていうのをもあの東大のが出る前はまだからあの東大の,あの機械使ってクラスタリングするんだってあたりからもうディープラーニングになっちゃって。 かソフトウェアアエンジニのた将棋はディープラーニングは結構後であれは Google やるまではほぼディープラーニングを強いのっていうのはなかったんですよ。あそうなんだ ?Google? 機械学習は使ってたんだけどディープラーニングじゃなかった。で最初に多分加賀さんと話した時に将棋の機械学習の話でいや機械学習はいいんだけどディープラーニングが重要だみたいな話をして。 でなんか最初加賀さんあんまり納得してなかったんだけどその特徴量を作るんだっていう話をして <laughs> なんかすごい盛り上がりましたね。で以後の方はねディープランニングじゃないと強くならなかったんですよ、うん、普通の将棋と同じ気合いがきちゃうとダメで、うんうん、ディープランニングがやるのにすかった。うい、ん、う a、うん、についてこう私熊的な庶民目線からいくとまあ興味の2つですねやっぱ AI ってめちゃくちゃなんか怖いっていう側面とななんか人間超えられて支配されんじゃないかっていう側面とあと何ができるんだ 何がが便利にしててくれるるんんだろううってその目線があると思うんですねチャット GPT とかなんか僕も最近チャット GPT に秋元康風の歌詞を書いてくれちゃったら確かになんかっぽいの出て,出てくるんですよね。<laughs> や,やすしさんことじゃないんですけどどんくらいのクオリティのものができたりするのかってすごい興味あってど,どういうことができるようになってとかで何が怖いのかそこら辺ちょっと聞いてみたいんですけどチャット GPT は今ですねすごい面白いのがプロンプトエンジニアリングって言いましてこのプロンプトの書き方によってめちゃくちゃいろんな仕事をさせられるんですね。 まあ例えばあなたはこういう人物でこういう仕事をしてくださいと入力はこれで出力はこれで気をつけるべきことはこれですみたいなことをきちんと書くとですねその通りやってくれるんですねそれがもうもうなんていうかプログラムと人間の言語の中間みたいな感じであのプログラム的に例えば変数を定義して書くとえその挙動に間違いがなくなりやすいとかそういうのがあったりですねこのププロンプトを えまあ共有するサイトがあったり、プロンプトをですね売り買いするマーケットプレイスが出てきたり、いろんなことがですね起こって、プロンプト次第でですねもうえいろんな仕事がさせられるって、要するにこれ、人に指示を与えるやり方が重要なのと一緒なんですよね。新卒の人が入ってきましたと、会社に。で、この人はまあい一般的な常識は知っているんだけど、仕事の仕方は知りませんと。なんか、質問すると答えてはくれると。これ、あんまり白くないじゃないですか。で えー、なんでこの新卒の人をです、ね、仕事をさせようと思ったら、えー、この部署の目的はこうであなたの仕事はこれでこういう手順でやってくださいとここに気をつけてあアウトプットこう出してくださいって言うと仕事できますよねそれと一緒なんですよだからそういうふうなです、ね、プロンプトの書き方っていうのがいろいろとですね特に英語圏中心にすごい優秀な新人なんですよね、うん、社会人経験が全くない優秀な新人なんですよわかりやすいじゃないですか。 社会人経験があるとどういうことかって言ったら、まああの、どういう場所で自分は何をしたらいいのかっていうことを知ってるわけじゃないですか、文脈を、はい、あの知ってるんですけども、あのそういう社会人経験がないと文脈がわからないので、はい、できるんだけれども、何をやっていいのかわからないみたいな、はい、<laughs> それを教えただないで、それちゃんと見て、それが社会人として育っていくっていう,ようなここととってことですかプロンプトを書けば、うでプロンプトがむしろあの魔法のキーワード的になってるじゃないですか。はい 例えばじゃあその古代のギリシャの論文を調べたいみたいな時に「そのあなたがギリシャ哲学者の研究者として論文を探してください」みたいなのを書くとすげえいいものを持ってくるみたいなそのキーワードを1個入れるかどうかが超重要でそのキーワードを知ってるかどうかっていうその超魔法感あるじゃないですか,だからそこら辺が多分プロンプトエンジニアの不思議なところだと思うんですけどもともとそで元々そのプログラムっていうのを書けるプログラマーがコンピューターに命令を与えてそれを出すんですけどそこをその どういう命令を与えたらいいかそのデータをどういうものを AI 持ってるかわからないからいろんなものを試すとこのキーワードを入れると超いいものを出してくるぞっていうのを人間が今経験でで探してる感じですよね、うんうん、そうなんですよでそれがまあ徐々にこう体系化されて、えー、なんか汎用なプロンプトとかいくつか出てますけど、うん、まあでもいいろそのプロンプトもそのバージョンが GPU のバージョンが変わったりしてとかデータセットが変わったらまたこっちの方がいいみたいなのが変化してくるじゃないですか。 だからそのなんか GPT を思い通り動かすためのものを人間が経験でひたすらこう調べてるっていうなんかコンピューターというよりはむしろそのなんかひたすら労働集約型のことをやってることになりますよね。れこれだ、Google の上手な検索ワードの作り方に似てるってことですか グ,ググルコツみたいな似てる似てる部分はあり,、うん、ありますねグーグルで検索するときってこういうページにこういうデータがあるだろうっていう想像してキーワード入れる方が当たるんですよ、ねうんうん、例えばそのなんか人口同型知りたいとかだとそれ多分そのなんか省庁とか役所のデータにあるらしいから PDF で探した方がいいだろうとかってコツがあるんですよっていう感じのそのきっとこういうのだったらこういう反応するだろうっていう のの読む力みたいいななが検索ととは近いかなと思うんですけどプロントエンジェアリングってあの将来的にもあるのかどうかって議論があるじゃないですか、うん、今文脈がわからないからプロントエンジェアリングがあの必要なんだけども、うん、あのそれすらもあの AI が文脈を読んでしまったら人間を何する必要がないっていうふうなそういうふうな意見もありますよね。それは松岡家の中で1週間ぐらい前に議論したんですけど、はい、一応今のとこ結論はずっとあると。 僕もあると思うんですよ。ありますそう、で、でね、その時っていうのが、まあ、人間が賢いと思ったら、あの、なくなるっていう議論になるんだけども、そうじゃなくって、あの、人間のアホさ加減を、あの、AI が知るために必要なんだよ。そう人間が指示してるんじゃなくて、どんだけアホ、こいつは、あの、アホ、どれぐらいだった話が通じるのかっていうことを、人間のインターフェースがゾンである限り多分変わんないですよ。 で向こうがあ<ー>あのそれ分かってあこいつダメだと思ってもっとやってくれるとかあるかもしれない。う多分そういうの欲しいいんだろううっていうのを出して例えばその漫画も面白い漫画が読みたいって言ってるのは多分少年ジャンプ風が読みたいんだなみたいな、うん、勝手に補足を AI 側が始めてフィ、うん、ードバックが少年ジャンプ風出してると、うん、人は喜ぶぞってなると。 そこはもうプロンプトエンジニアにしなくて、勝手に AI 側でどんどん使っちゃうじゃないですか。そうだ、そうだ、ね。それはそうだと思います。チャット GPT の出力に対してのユーザーの反応からのまた学習みたいなことだと思いますけど。もうそうなると多分人間ってそんなに賢くないので、大体の人が言って欲しがるもの、例えば儲かりたいからこれでしょみたいなのとか、なんかモテたいからなんかいいレストラン欲しいって言ってるんでしょみたいなので、提携を当てはめていけば大体人間を喜ぶっていうので、 そのそんなにプロンプトンエンジニアリング頑張る人減っちゃうじゃないですか,いやいやだから結局ですね、これ、やっていけばやっていくほど人,人間学になっていくんですよ。で、うん、なんか一緒じゃないですか、別になんか服を買いに来たお客に対応するのもまあ一緒だし、大体こういうのをやっとけばいいんでしょうって感じだし、上司も別に頭よ,よくないから、なんか変なこと言ってくるわけだけど、うんうん、まあまあ、こう返しておけばいいやみたいなことをみんなやってるわけじゃないですか。だからまあ 結局一緒なんだと思うんですかね。そうするとプロンプトエンジニアリングを人間が頑張らなくても良くなっちゃいません。<う>多くの人間はバカだから。あ、それはあの、そういうふうにいずれなっていくと思いますけど、まあ、どっちかで使いこなしたい人は、そ、そこを頑張るっていう感じだと思いますね。そこに、まあ、え、じゃあ、みんなはその<っ>一般的な対応で喜ぶけど、もうチューニングカリカリにしたいみたいな人は、ずっとプロプトエンジニアし続ける。っ,っだから、今の組織の中で。 やっぱりいい組織って人をちゃんと動かすじゃないですかでそこはまあ,ある意味でプロンプトエンジニアがちゃんとやってると <laughs> その人のなんかいろんな思いとかなんか汲み取って組織のミッションをちゃんと与えてるという多分そういうことですほうそうするとそなんか一般的にこうやって人を扱った方がいいよねっていうところはもう大体答えが出てって。 特殊な人とか、他の人が気づいてないような扱い方っていうのがわかる。哲学者みたいな人だけがプロンプトエンジニアみたいになれるみたいな。うん、だまあ、そういう意味では、何ていうことですか、ね、あの、今の。経営者とか、そういうのと近いかもしれないですよね。うん、確かに。そういう技術が今、もっかとしては、どういうところに使われ始めてるんですか。ビジネスの、使われ、もう使われ始めてるんですか。あの、例えば、そのコールセンターに使おうと思ったら、そういうふうなプロンプトを入れて、まあ、こういうふうにか、あの。 回答してくださいとかをちゃんと入れないといけないわけですよね。そういうところか。ええ、コールセンターはね、もう確実にすぐ入りますよね。うん、まあ今ネットではね、なんかと特にあ挨拶部分は全部書かしてるみたいな、うん、人が今、うん、めっちゃ増えてますけどね。うん、僕らは気になるんですそのククリエイティブ分野ですけど、ディレクターが失業するんちゃうかみたいな恐れてたり、それこそ秋元康さん風の歌詞がもっとクオリティ高くなってきたらこう失業するんじゃないかみたいな。ですけど多分それよりですね、今まあ二個ですね、結構。うん え重要なのをお話しするラングチェーンっていうのとあとラ,ラマインデックスになるんですけど、まあ、ラングチェーンってまあ例えばですね検索した結果をに基づいてチャット GPT にしゃべってほしいとで今チャット GPT って古い情報しか入ってない新しいこと知らないですよなので、えっと、け検索した結果をえ元にしゃべってほしいとか自分のえーっと g メールの情報を元に回答してほしいとかそういうふうなですね 要するにツールをですね、後ろ側で使って、チャット GPT が喋ってよというふうな仕組みを作れるのが、ラングチェーンっていうですね、まあ、いろんな機能があるんですけども。で、えっと、それからもう一つラ、ラマインデックスっていうのが、えっと、例えばですね、あの、まあ、僕だったら、あの、松尾研があって、松尾研の中のですね、いろんな文章があるわけですよ。で、なんかビジョン、ミッションとかもあれば、なんかいろんな規定とか、あの、これまでのプロジェクトの進行具合とか、で、そういうの全部ですね、 インデックス貼っとくんですね検索可能にしておいて、そうすると僕が何か問い合わせたら、その問い合わせ、質問文に近い文章をまず検索して、それをです、ね、プロンプトに入れるんですね。で、その上で、えっと、質問に答えてくれるので、そうすると、研究室の状況とか、これまでの経緯とかが分かった上でちゃんと答えてくれるっていう、ですね検索プラス、えー、そういうあの答えてくれるっていう、それが前インデックス、この2つがあるとですね、大体いろんなことができちゃうんですよね。うん そそれは鏡ささんんんとかかうそういのの知ってんすか今の一応なんか割と結んでる話ではクリエーターで音楽の人とかも AI を使わないで作るのってアホじゃねっていう時代になっちゃう気がしてて、まあ、今でも CG ってパソコン使ってるじゃないですかで音楽もみんなパソコン使ってるんですけどもともとは楽器とかその絵の具とかその画材を使ったんですけど全部パソコンにいったじゃないですか。でもああいう感じででクリエイティブのツールで AI を使わないものはその趣味としてやる人はいるんですけど AI 使わないものがビジネス上存在するかっていうともう難しい気がするんですけどだからあの権力を持ったクリエイター何するかっていったらあの弟子だとかその他の人とかであの集団で作業してでその結果をなんかジャッジするっていうところにリソースを使うようになるんですよ、うん、だからあの要するに自分自身であのあの作れるあの作品の、ね、バリエーションの空間なんて狭いから,からでいろんな人の間を。 <laughs> それみんなのやつをやってね、いいものを選んでいくっていうのって、でもそれってお金かかるから、成功したクリエイターしかできないんですよね。っていうような構造があったんだけど、今それ多分成績 AI とか使って、誰でもこんな感じのやつとかっていう、その作品の空間の探索っていうのを AI に任せられて、あとは選ぶだけっていう作り方ができるので、それは多分今まではトップのクリエイターしかできなかった作り方なんですよ。 いやでもなんかトップのクリエーターしか逆に生き残らないんじゃないかなと思っててそう鳥山明が漫画描いたって言ったらみんな見たがるじゃないですかでももう新人が面白そうな漫画って言ってももう AI 使って死ぬほど新しいものが出るじゃないですかで Spotify とかでも聴かれるのって昔の曲じゃないですかだからもう新しいものをクリエイトするというのをいくらやっても人は見てくれない。 ネームバリューがないと、もう人のクリエその創造物なんて見ないんじゃないかっていう時代になるけど。それね、ちょ、ちょあ,のあの、まあ、あの、少しずれる話なんだけど、それ昔から思ってた知的所有権ってあるじゃん、うん、知的所有権って特許権とかさ、著作権とか、あの、商標権とかなんだけど、うん、あの、一番しょぼいの商標権じゃん、うん、なんか名前しか考えてないから。うん、<laughs> あとはあ、すごい頑張ってるんだけども。でも、これって AI とかが発達あのしていく未来ってどうなるかって言ったら、商標権以外逆に残らないんですよ。うん、あの、著作権も、 あの特許権もあのほぼ AI が探索し尽くしちゃうからあのそっちの方がコモディティになっちゃってだ最終的に知的所有権っていうのは僕著作権以外に残らないっていうのがね昔から思ってんだよね。要は著作物として認められるパターンの音楽を全てその生成して発表することはもう可能になっちゃってるわけじゃないですかだから2小節ぐらいでオリジナリティがあればオリジナルって言われるんですけどもうその楽譜とメロディーの範囲も決まってるから全部誰か一人が発表すると多分音楽の権利ってもう主張できなくなるっていう。 ひろゆきさん言われるようにいろいろ出ちゃうと聞く理由があまなくなるからその理由づけが強いやつが確かに残るという感じもします。なので有名な人とか好きな人が作った作品というパターンとあと違法なパターンと俺好みのパターンいうのに分かると思っていて例えばじゃあ「ドラゴンボール大好きです」「ドラゴンボールの続きが見たいです」「もう AI に頼めるじゃないですか俺の好むドラゴンボールの続きを書け」。 でそれを自分一人で楽しんでいくっていうパターンとあとそもそも違法なジャンルの漫画とかもあるじゃないですかそれが見たいっていうのでもう個人のために作って個人が見るだけでそのパブリックには一切見られませんよってそっちは全然残ると思うんですけどだから大勢の人が見るものってもうすでに名前のある人だけが勝つっていう気がしちゃうんですよねまあでも名前あるのってさすごい究極的にはなんかさみんなブレンシェアでしょ あの頭の中にど,、うん、ど,どんだけ、ね、<laughs> あのその情報があるのかっていうことの競争になっていくよねなんかそのマーベルの作品とか、うん、別にもう作者いないじゃないですかスタンリーが作ったわけではないからでもマーベルの名前が出ると世界中の人が見るじゃないですか、うん、多分ああいう感じでそのみんなが見ると決めているブランドというのだけが残って、うん、それ以外のヒーローの漫画とかを書いても絶対売れないみたいなでもやっぱり人はコミュニケーションしたいから同じものを語り合いたいので。 なんか共通のもので人気が出てきたやつはそ,そのどんどんポジティブフィードバックでさらに人気が出るみたいなの,のは起こるかもしれないですよね。なんかそうすると AI ってこう最適解を探すものだとするとなんかだいたいこのストーリーも何もかもだいたい同じようなものが大量生産されるってことになってくるんですか？プロンプト次第ですよね。あ、プロンプト次第か。いやだから僕なんか冗談でプロンプトが9割って本出したら売れるよねみたいな。<laughs> はい,はい、はい、<laughs> 話し方が9割。プロンプトの プロンプトが9割を書くとしたら、ね、それはもういくつかやり方があってもう事,例事例をサンプルを入れていくとかいうのもあるしなん,かなんか自己改善プロンプトとかですねなんか自分で自分チェックして改善するところがあったらチェックして改善してみたいなプロンプトとかもあってなんかすごい面白いですけどなんかそのクリエイティブと頭の良さっていうのがちょっと僕関係ない気がさっきからしてて。 その音楽とかって別に頭の良さはいらないじゃないですかもうバリエーションの問題でどのバリエーションを出したら人が喜ぶかっていうのだから多分もうその頭がいいとかっていうのではなく単にいつ何を出すかっていうだけだと思うんですよ絵に関しても絵のレベルとかも別になんか中世の人と今の人で変わんないじゃないですかそう考えるとクリエイティブの進化はもう突然終わるんじゃないかなと思っていてそのエレキギターみたいな新しい楽器が出たらその楽器を使うビートルズみたいなのが出るんですけど もうコンピューターで音を作ります、絵を描きます、映像を作りますだと。どうなんでしょうね。まあでも歴史的にそうですよね。大体いいそういう、あの、そのメディアの,あの表現可能空間っていうのは探索され尽くして、うん、<laughs> そこでまた <laughs> 新しいメディアが出るまではっていうのは、うん、多分今までの歴史もなってたから、多分それが人間がその空間を探索する速度よりもええ方が早いんで、うん、そこで何が起こるかですよね。 そうするともう表現できるその音や絵とかをすべてのパターンやり尽くしてクリエイティブで目新しいものというのはありませんっていう世界になっちゃう気がするんですけどいやでも目新しいのがないっていうのって社会的にはないかもしれないけどあの人間が摂取できるコンテンツっていうのは超有限だから新鮮なその人にとってのこいつにとっての新鮮なコンテンツを出せって言ったらあのそ,れ、まあ、それを実行できる絵はできるんじゃないかなって気でするね。 あの要は羅生門とストーリー一緒で <laughs> <ー>であのいろんな人の視点でいろんな話をするとこう見えるよねっていう昔あった羅小門と全く同じ構造なんでん大人が見るとああれねなんですけどそれを知らない子どもたちが見ると超新しいって見えるっていうでも映像がですね多分まだ苦手なんですね、うん、で多分これはしばらくそうだと思います、うん、画像は作れるけど映像は作れないっていうのは多分、うんうん、技術的な多分限界があってあおるんですか、えー そこはちょっと僕の将来設計にもかかるんで、詳しく聞きたいです <laughs> <laughs> 映像が明石学徒さんっていう人がなんか映像、動画編集者は失業するって、この間、ピボットで言ってたら焦ったんですけど、それはないですかね、松尾さんの言ってることが正しそうだからな。いや編集はできるんじゃないですか。うん、編集とかはできるんですけど、まさ <laughs> <集>、ね、<laughs> に今の生成 AI の,その静止画を作れるレベルで映像は。 多分しばらくまだ作れないコストの問題ではなくていやそれはなんか実は川上担当の秘密プロジェクトに関係してんだけど結構根本的なあのそのディープラーニングのななんか技術のアーキテクチャの限界から来てるんですよか。かなり根深いんでんあの、まあ、その話と今ロボットがちゃんと動いてないんですね。生成 AI でそのチャット GPT でこれだけ、えー、なんかですねその言葉を操るのがうまくても まだ未だにこういうういのをちゃんと持つようなロボっていうのと実は関係してて時間の扱い方とかですそういうのがですねかなり苦手なんですよ。えめちゃくちゃゃゃく面白いじゃないじなですかそれでも映像ってその1秒間に24枚の絵を描くわけじゃないですかでその人間が見た時に不自然だと思わない形で24枚の絵の生成はできるじゃないですかちょっとずつずらして。っていうプロンプトの問題ではないんですか いやそこがまた違ってて、えー、と今絵を描く時にディフュージョンモデルっていうのを使うんですね、うん、でディフュージョンモデルって何かっていうときれいな絵があった時にそれにノイズをかけますと汚い絵にしますとで汚い絵からきれいな絵をもに戻すような学習をしますって感じなんですねで,でそれにそうするとまあほとんどノイズみたいなやつからどんどんきれいにしていくとすごいきれいな絵になるとでこれは静止画のですね1枚の画像の空間の中だとそうなんですけど 今度これが動画になって時間方向が出てくるとですねいきなり扱い方が難しくないですねいろんな依存関係があってその時間方向をあの考えるとそこがですねうまく扱えてないですね。なんですね<ー>んかねだから結局人間が認識している世界と AI にしてる世界って多分人間ってすごい低次元で今の AI っていうのはの結構いっぱい <laughs> 次元を使って物事をやってるっていうことなんじゃないかなっていうね。 どういうことですかかむ、かみさんの今の。ま、人間って、例えば、あの、あの、そこに人が一人いるとか、で、もう一人いるとかっていうぐらいな、あの、要するに人単位で、あの、あの、次元を管理してますよね。あの、あの、めちゃめちゃ荒く見てるんだけども、例えば、あの、今の生成 AI でも、人、人間を一人ずつ追加とかってすごく難しい。で、それ、要するに A 全体として、あの、あの、認識していて、それが、あの、人間の、 あの、組み合わせできてるっていうのとかを認識するのが難しいんですよ。すね、実は次元数っていうのを相当多く使ってあの認識しているので、全体の再現性は高いんだけれども、あの、抽象化あの能力がやっぱりあの人間よりは低いってことになると思うんですよね。で、人間の場合はさらにその,あの低くしたあの低次元量を使ってなんかいろいろ想像して動かしたりするわけじゃないですか。<laughs> で、それが多分今の AI は、 あの、そういうのは多分苦手なんですよね。そ操作ができないですよね。操作で,できないですよね。だ、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 映像ができないと、基本的には同じ。同じ構造ですよね。難しいなぁ、ちょっとやっぱ。わかんでも、それも動画も今すぐ難しいけど、そのうちできるようになっちゃうんですか。あの、そのうちできるようになりますけど。あの。 ただ結構時間かかるんじゃないかと僕は予想してます。例えばどれくらい何十年単位みたいなそんなでもないですけど<え>まあ数年数年から10年ぐらいです。<laughs> この、えー、世界で数年ってめっちゃとい,、うん、いうことは10年後とかだと結構できてる可能性もたくさんあるんですか ?10 年後とかだと思うあの相当勝手に作って。るでそれ小児の人がだって就職する頃にはそうなってるとしたらなんか早急に。 教育とか変えた方がいいいんじゃないですかかなんかですねあの皆さん質問がおかしくて、うん、まあなんていうのかなあのそもそも人間もアルゴリズムなんですよはいあの、うん、なので脳、ね、<laughs> もアルゴリズムなので別になんていうかそこの仕組みが分かったら AI でできるのってまあ当たり前なんですよだからなんか人間とどう違うんですかとかいろいろ言うんだけど いやだって人間の方があのアルゴリズムなんですよ、まあ、少なくとも、まあ、AI の研究者はそう思ってやってるんですよねなんでなんかそこにち違いってないですよねとかですね教育っていうのも要するに、まあ、今でいうと学習ですよねどういうデータを与えて学習していくのかっていうのが社会的にこの文脈の中で決まってたり教育の制度ができてるっていうことなので,そでだからあの単体の性能としては相当人間負けていてあの あの、なんか、ま、AGI とかって言ってるけど、あの、まあ、現時点で、での、あの、AI とかに、あの、あの、ま、表作ったら、あの、かなりは負けてますよね。<laughs> 人間の能力で多分8割9割ぐらいすでに負けていて。人間の能力、だいたい記憶を頭いいに使うから、 結構前から負けてはいる気がしますけどね。いやいや、それとねあの、まだ勝ってると思ってるのって本当にその人の能力なのかっていうのが、もう実は怪しいケースが多いと思っていて、いや、それって、あの、あなた本を読んでるからでしょうとかさ、例えば、うん、あの、裸で、はい、あの、何も、あの、本とかスマホから放り出された状態の、あの、知性と、あで、残るものって考えると、実はあんまりないんじゃないか。本当の人間にこれ確実に属してるっていう知性って、あの、相当低いよねっていうのが、あの、 今大体 AI の登場でそれが明るみになってきたっていうこところと思うだと思うんですよね。クラスのやっぱ熊クラスのバカになるとやっぱそれやっぱ聞くとやっぱそれ不安になってきてあのちょっと今その教育の話しちゃいましたけどそうすると 10, 10年後ですね小,小児の人が就職するのは10年後ですからの時にこの 10, 10年間何,何を学んでおけばいいのかなって結構 ルールチーンジすごい早い気がしてて、まあ、別に1970年から8年の間に必要なスキルってそんな変わらなかったと思うんですよね。数学やなきゃだめだ、英語やなきゃダメだめだ、変わらないと思うんですけど、結構いら,いらないことというか、発生してきちゃうんじゃないかって不安になるんですよね。いや、そうじゃないな、そうじゃないってちょっと教えてほしいんですけど、そこら辺ってど,どうなんですかだっていい、いらないものが増えてきそうとかな、ない仕事すら出てきちゃうわけですよね、いろいろ。あのま,ま,まず、人間は、あのま、えー、っとですね。 まあ、せ生命なんですすねでい生きてるわけですよで AI 生きてないなんですねで AI がやってるその学習とか、まあ、特にその大規模言語モデルのような自己教師やり学習って、まあ、人間で言う大脳皮質に相当するものでも大脳皮質って別に欲望とかあと関係ないし意思決定もあの、まあ、要するに規定核との関係の中でやってるだけなんですね。 でそういう意味では要するに人間が意志を持って動くしいろんなことをやりたいと思うっていう存在であってで AI はそれをまあサポートすると、まあ、道具として問題解決の道具として AI があるっていう、まあ、そういうことなんですよね。で今はなんか人間ですね、えー、賢いことをまあなんていうかそれが存在意義だみたいに間違って思っちゃってますけど別に えその歴史的にはだってなんか力が強いのは筋肉労働は機械にとって変わったしあのまあそういうまあ電卓で暗算するのだってもうあのえ全然機械の方が上になっちゃったわけだしだけどそういうなんかどんどん都合の悪いことはどんどん忘れてってそれでいろんなものを使っていくっていうそういうことだと思いますかね。 昔はその自由に勝手に育って大人になったんですけど今はその大学受験のようなものを18歳まで勉強し続けた人が幸せになれるというのを思い込んでるじゃないですか、はい、でもその大学受験で学ぶような知識とか計算っていうものはほぼいらなくなるじゃないですかでもいらなくなることとそれを社会がいらないと認定することはまた別だと思うんですよね。うん、それがができる人が必要になります でも暗算が早いとかなんかちょっと尊敬されるじゃないですか。<laughs> そうでるんでね。<laughs> だからすごいみたいな。社会ってそういうので結局いろいろ、まあ、富の再分配決まるわけなんで。そうすると、はい、スポーツうまいとかイケメン美女にはもうかなわないと思うんですよね。それもね、リアルでやってる場合ですからね。<laughs> <laughs> いや、なんかその勉強さえすればまだ社会で上の方に行けるっていうむしろその あの、なんか、敗者復活戦だと思うんですよね、勉強って。でも、その勉強が、そのなんか、あ、すごいね、安全早いんだとか、あ、なんか、その、匂いが、例えば細かい人とかいるじゃないですか。あ、あそこの、あの鼻の匂いとか分かるんだ、ふーみたいな。すげえ、ふーんっていう、そのなんか、宴会芸のレベルになっちゃっていやいやいや、いやいや、発想書いたらさ、そうそうさ、あの、野球とかさ、あの、将棋みたいになるかもしれないわけな。 スポーツ、スポーツ。ーツ <laughs> 勉強もゲ,ゲームとしてすげえって言われる。あ、そう、勉強できて、なんかもう大谷翔平よりもモテるかもしれないんじゃんいや。それをでもただ、今の全ての子供たちはこれをやりましょうって言ってるのが、<laughs> いやすべ全ての人たちが野球やりましょうって、さすがに変だなって今思うじゃないですか、今の人たちも。<laughs> でも今、全ての人たちはその勉強とやらをしましょうっていうのって、 10年後くらいは、え、そんなこと全員がやる必要あるのみたいなことになりませんか僕ら、例えばテレ,ビテレビで映像作るんだったら、まあじゃあ、何やった方がいいのって小学生に聞かれたら、いや、漢字はちょっと勉強してた方がいいよ、テロップ直せないからとか、いや、ちょっと海外入るべきから英語はちょっと分かってた方がいいよとか、数学やったときは尺計算できないからとか、そういうのいいあるじゃないですか。でもいら、いらないってなったらほ、他に何学んだ方がいいのって何じゃないですか、10年後。漢字も勝手に。 今すごいっすよね。プレミアとかも勝手に感じてるし。だからまあ、た、多ぶんその答えって、いや、だから、あの、あの、AI が進化した時の、あの、社会って、ボラリティが大きすぎて、もうどうなるか分からないっていうのが、多分みんな、自の健にこれが生えるって言ってるのは大体間違えてるみたいな。いやいやいや、もう、想像できないの、基本的にね。あの、可能性が多くなりすぎていて。あ、でも、多分今分かるのでいくと、うん、あの、就職ランキング上位の会社は失敗する法則ってあるじゃないですか。 すごい経験者がね、ヒューリス的な経験者 <laughs> <laughs> の,の人気の企業に入りたがるっていう人たちが集まれば集まるほど、その人気にそのしがみつきたいだけで能力のない人がどんどん集まっちゃうので、なのでその昔の銀行とか航空会社とかあって、昔は人気あったけど、今はだんだん落ちぶれてるっていうので、多分10年後はこれが必要なんだって言ってみんながそれやると、そのスキルを持ってる人が多くなるから逆にそのスキルが陳腐化するわけじゃないですか。だから誰も進めてないようなことをやってる人の方がすごいレアな能力になるわけじゃないですか。 って考えると何をした方がいいって言ってる時点でもう間違えるってことな気がですよね、うんまあ。でもとりあえずさ、資本主義っていうのがお金分取りゲームだっていうところに立ち返って考えると、まあ、AI がどんだけ能力があろうが、うんで、どんな数学のやつをの、ねあのあの、人間にはできない数学の定理を発見しようが、あの金がとにならなかったらいいんじゃない,じゃないですかで。金っていうのは、ね、基本人間が持ってるんで、 でそうすると人間からどうやって金を踏んでくるのかっていうことに AI が使われるのかっていうのが一個のの未来予測のポイントだよねでもデイトレードを、うん、AI がやってない証明ももうできない気がするんですけど。 要はその人間は気づかないけど、うん、あのこういうニュースを起こして、この株をこっちで買うと得をするみたいな法則のもとに動いている AI というのがあったとして、もうめちゃくちゃ儲かるじゃないですか。にあ前にあのトランプ大統領がこういう発言をすると株価のこれが上がるを自動的にやって儲けた人がいるみたいなのが結構あったんですけど、ってなると金を儲けるっていうのも AI が勝手にやってくれるやり方を発明したプロンプトエンジニアが超絶金持ちになるっていう。でそれを人間が労働で超えることはもう不可能だと思うんですけど。 いや、それは投資というゲームにおいてはってことでしょそれ金を稼ぐ点においては。うん、例えばじゃあ、その、匿名の形でどこかのビルを爆破するぞって書いたら、うん、儲けられるじゃないですか、今は。うん。いや、そこでセキュリティ系の会社の株価が上がるとか。いや,い,やいや、だから、うん、あの、やっぱりね、SNS とか、そういうね、人間の、あの、IO を、入手力を支配してるところって、AI 組み合わせるとやっぱ強いのよ。うん、世の中で動かせるし、それで、 出、まあ、通したら選挙を動かせるかもしれないし、まあ、そんなことしなくても、何か物を買わせるとかっていうことは、多分機械的に蛇口をひねるようにできる人が生産性に寄与してると勘違いしてませんかっていうむしろ人間をいっぱい抱えている大企業は、恐竜のように動きが鈍くなって、コストも高いから不利になる働かないということが、まず選択肢として可能に,になってるんだと思うんですよね。 高齢で独身の人っていう割合はどんどんど増えていくとですよね子供が作れる層が10%で残りは何もせずに9割死んでいくみたいな人口のほうが減った方がいいと思うんだよね少ない人間に対するサービスをよくしていった方がいいので10年20年の単位でいうとですね子供を産むとか感覚変わってるかもしれないって気がします、ね、<laughs> 全て腑に落ちた気がして全て人間なのにゲームが始まるってことですね 以来人間なのにぎーはずっと始まってんですよ新しいチャンネルう<え>をですね作りました50で辞めて、はいはい、ち医者になるってどういうこと50歳の頃に見えたんです自分の先が100時間ぐらいかけないと全貌がつかめないのではないか好奇心を発露させて楽しむための仕組みとして人間がいろいろと試行錯誤していたら ひろきさん渡部さんのあの伝統芸能みたいですよねいただきます、うん、新ファンタスティック未来。やったー新番組ですよねはい、はい、新しい日銀の話って専門的になりがちなので柔らかく多くの人にわかりやすくしつつもそういう決定版みたいな版になるかなと画さえ打たなかったら具体的に攻め込んでくるような戦略とかないわけじゃないですかです、ね、そんなことない今日で北朝風あ、そういうことないですかいやだからその 僕って人間が人間らしいのっていうのはバカなことをすることだと思ってるんですよねあ<っ>、<laughs> 高原さん来たあ、あ、ご挨拶します偉くなりたい人たちは上に対して正論が言えないんだよ正論言ったら偉くなりないからねリハックではですねサ、えー、ブスクのまったりリハックという、えー、ステージもやっております、えー、こちらはですね、えー、無題とか、えー、リハックスとか経済というの、えー、格屋トークとかまっタりトークみたいなのも、えー、たまに したりしりてます。コンビだけでなくちょろっとしたちょろっとしたちょろっとした話を、えー、したり意外とそこは面白かったりしてますあと生配信でねたまにやったりしますんで、えー、皆さんとライブに合図しながらお話をさせていただいても私楽しみにしていきます本当に,ま,本当にいいまあ全然登録したくても大丈夫ですしちらっと登録したい方は登録してお、はいえー、い,いてくださいよろしくお願いします